ちゃん不思議だね。なんだろうね。今年はスーちゃん用のちっちゃいプールもあるんで。皆さんおはようございます。あ、今朝なんですけど、今プールにですね水を入れてます。で、告知なんですが、明日のですね夕方の6時から18時ですね、プール開きライブをしたいと思います。ちなみにベルさんはまだこのプールのことは知りません。で、まあ、スーちゃんだけは来てますけど、ですね、明日6時からちょっとベルさんだけのライブにはなるんですが、まあ、ベルさんライブ、初めてのプールなんですけども、昨年よりですねこれだけ長くなったんですよ。なので、ベルさんも結構ね、奥行きが結構できるようになったので楽しめるんじゃないかなと思います。で、今日はもう本当それだけのお知らせです。あ、で、まあ、今日できるんじゃないかって、今朝なんですけどね、朝なんですが、昨夜からですね入れて、水位の高さがまだまだちょっと低すぎるので時間がかかるんですね。で、水が冷たいので今日の夕方しようとしても水が冷たすぎるんですね。なので一晩ある程度溜めてから、一晩寝かせての明日の夕方にある程度ね、その冷たさが落ちて、まあちょっとだけぬるくなるので明日の夕方になりました。で、今日はもう本当それだけのお知らせなんですけれども、これは海の時に使った、で、これ空気をねあと入れるだけの動画になります。ちゃんとしたやつをね持ってきました、買ってきました。やっぱこの大型のポンプの方がいいですね。スーちゃん映ってるかな。スーちゃんがなんだこれって感じで。なんだろうねスーちゃんこれね。このねプールだったらこのボートも浮かぶので、お、いいですね。もう余裕でした。今ふにゃふにゃなんですが、1時間以上かけてこれ膨らましてましたけど、この足踏みのちゃんとした大きいポンプだったら余裕ですね。今日はもうこれ膨らんだらもう浮かべて終わりにしようかなとか。スーちゃん、スーちゃん今そこにいるの。うわ、スーちゃん、スーちゃんここに乗っております。今年はスーちゃん用のちっちゃいプールもあるんで、ス
ちゃん何見てんの、ねえ。スーちゃんが来てくれました。電動よりもこういうマニュアルチックな方が好きです。虫がいたみたいで映ってるかな。一番あっち、めっちゃ角っこのとこまでいて尻尾振ってます。シャワーを使うのでスーちゃんには一回入ってもらいました。濡れちゃうんでね。では浮かべます。いけるかな。いきますよ。冷たいので、冷た。今日一日はやっぱ置いとかないとね。ベルさんにもこれに乗ってもらおうかな。いいですね。いい感じです。
それでは皆様、明日、6時からですね、こちらのチャンネルで、まあ、多分6時、雨が降ったら多少の雨でもやると思いますけどね、まあ、そこら辺は臨機応変に、もしかしたら延期する可能性もありますけどね。ということで、今日はありがとうございました。それでは明日お待ちします。空の果てまで旅しよう。